はい、こんにちは、幸次郎です。令和2年、7月4日、4日土曜、4時半ぐらいですね。昨日今日とね、ちょっと YouTube 動画撮るの失敗してましてね、実際に喋った後で気がついたんですけど、何かな思ったらメモリーの中に動画がいっぱいで、なんか記憶できなかったみたいで、2回やり過ごしてます。あ、ニャちゃん、猫ちゃん可愛く寝てますね。癒しですね。朝顔も、あ、ちょっと雨が降って、風が強くてちょっとしおれてますかね。あ、そうか、夕方になったらしおれるんですかね。YouTube 失敗したという話しましたね。なのでちょっと削除しましてね、今ちょっと撮れてますけど、まあ続けているといろんな失敗がありまして、何をしてたかと言いますとね、今日は介護の話ちょっとしていたんですね。介護と、あとは何かあったかな。介護の話と、何ですかね。あ、猫ちゃん出てきてますね。ご飯もらいに来たんですかね。介護の話でしたね。なんかちょっとギャラリーが多いんでやりにくいですね。介護の話ということで、寿命をね、全うするという話してましたね。寿命を全うするのと寝たきりの回避ということでね。まあ寿命を全うするには、まあ運動をする、栄養のあるものを食べる、あとはあるかな、まあ好きなことをするとかね、何かな、他なんか、あと2つぐらい思いついてたんですけども、ちょっと今外なんでパソコンにねちょっと入力してまして、好きなことをするとか、まあ趣味的なね、趣味、自分の趣味をですね、持つっていうことなんですけど、まあね、私たちの親いうのは80歳、70歳から90歳ぐらいかな、50代のね子供を持っている親って言うたら、だから今更ちょっとすんのはねしんどいかなと思うんでね、まあそこら辺はちょっとね、まあ息子さん娘さんと一緒にね、やっていこういうことで、まあ一番重要なのがやっぱコミュニケーションなんですよね、親子のね。今更ながらっていう話なんですけど、まあこれが結構重要でね、何をするにしてもそのやっぱり、まあ親子といえどもちょっと信頼関係がね非常に必要で、すごい人がちょっと多いんですけど、まあ親子といえどもねやっぱり信頼が必要で、まあちょっと人がちょっと多くて喋りづらいんですけど、まあ
離れて暮らしていたり、例えば思春期の時にね、やっぱり物を喋らないっていうのは、まあそれもしょうがないことなんですけどね。まあ50代近辺になったらね、多分喋りやすいと思うんですけどね、それが女性であっても男性であってもね、親とまあ、ちょっと弱ったね親と、でまあ息子娘でももう50代くらいになってくるとね、だんだん世の中のことももう酸いも甘いももう分かりきってますんでね、また違ったコミュニケーションがね、取れるんじゃないかなとも思うんですけどね、まあいろんなね、コミュニケーションが、取れて、いいと言いますかね、だからなんていうんかな、親、コミュニケーション取るということで一緒にご飯食べたりね、物作ったり趣味したり、そういったねことをこう、まあ、寿命を全うしてもらうということでね、で寝たきりの回避、自分でね、その寝たきりになった、感じをちょっと思っていただいたら分かると思うんですけど、まあ楽しいか楽しくないかっていうことなんですけどね、やっぱりちょっと楽しくないんじゃないかなと思うんですよね、ベッドの上だけではね、僕も何人も見てきてます、ベッドの上でね、もう一日中もう動かないんですよね体がね、でまあ、おしめ、まあうんちとかねおしっこしてるんでおしめ取り替えてもうて、まあほとんどの人胃ろうと言いましてね、胃に穴開けるんですね、うちの母もしてたんですけどね、そっからその栄養剤をね、注入するっていうことなんですけど、まあね物が口に含まず胃に入るだけでね、美味しいなとかそういうふうなことも分からず一日一日が過ぎていくんですけどね、まあそうこうしてるうちに、まあほとんどの人、まあ肺炎とかでね、老衰いう形ですけど、まあ肺炎で死んでしまうっていうことなんですけど、まあそれをねやっぱりちょっと回避したいなと、長生きっていうものをねもうちょっと考えたらいいなと思いますね。まあ親に長生きしてもらいたいっていうのはどうでしょうかね、いいことなんでしょうか悪いことなんでしょうか、僕はね悪いことだと思ってますね、まあ捉え方なんですけどね、寝たきりでね、さっきも言いましたように動けない状態で長生きしてもらう、まあこれは本人にとってもね、非常に辛いことだと思うし、家族にとってもね非常に辛い、ことだと思います。やっぱりねそういう状態を見るっていうのがね、やっぱ家族にとってもやっぱり心苦しいところだと思うんでね、私なんかもねずっと母を見てまして、まあね手足とかが関節がもう硬くなってね、寝たきりになったらもう動かないようにガチッと固まってしまうんですよね、あとはねやっぱりベッドシーツとの接点のところら辺はやっぱ赤く腫れ上がったりね、まあ一日中もうずっとその状態ですからね、まあこういう話はねちょっと置いといて、その、まあ、寿命を全うするっていうのと寝たきり回避っていうのが非常に重要で、まあ寿命がね短くなってもいいので人間らしく生きれたらいいなとも思いますし、長生きだからといってね、
その、まあ、寝たきり状態っていうのがいいのか悪いのかっていうのはね、非常に重要かなと思います。だからね、やっぱり50代になってきたら一度ちょっとね、そういったことを、まあ、ちらっとでも考えたらいいなとは思うんですけど、まあ、それでは、ちょっと時間来ましたのでここで終わります。はい、はい、さようなら。